皆さんこんばんは。 YouTube をご覧の皆様、ご機嫌いかがですか。とうとう北海道で非常事態宣言が出ました。もう一つ、私が前から言っていたように香港でワンちゃんから陽性反応が出て、ワンちゃんから移るということが今調べている途中ですが、これえらいことになります。もうライオン君も後ろでも、いや、この表情見てください。生きてるようでしょ。生きてるんです。うちのライオンは生きてます。おはようございます。ぜひライオンにダメにしてください。怖がることじゃありません。大変だからって怖ったら余計ダメになります。明るく元気に気持ちよく非常事態宣言が出る前に焼き鳥食べに来てください。それで子供、これね、子供がね休校になるでしょ。ところが家で待機してないんですよ。お子さんっていうのは遊び行っちゃいますね。子供テロリストになります。もしね、子供がコロナウイルス持ってる子供がいたとしたらですよ、もう休校にしたら余計街中ぶんまきます。遊び歩きます。あちこちのデパートはぶんまきられます。大変なことになります。子供テロリストが街中を徘徊しだしてえらいことになります。これから爆発的に増えます。ちょっと北海道がもう、東京ディズニーランドも明日から、USJ も明日から全て閉鎖です。えらいことになりました。手洗い、うがいです。あとはよく睡眠をとること、あと水分をとることです。あとよく笑うこと、明るく元気に気持ちよく笑うことです。ロシアンルーレットの始まりです。生き残ってください。つくば未来大の未来大の駅にも僕はしばらく行かないようにします。それはもう、なんだろうな、病気が治まるまでは行かない方がいいんですよ。あいつも、とにかくみんなで拡散、そしてまた生き残ってお会いしましょう。必ず元気でお会いしましょう。皆さん、明るく元気に気持ちよく